ジャンボビートナイトです。今回もご視聴ありがとうございます。私がなぜねこんなつなぎなんかね来てるかと言いますと、このね撮影部屋をねちょっと改装したいなと思いまして、もっとねこうやっぱおしゃれな部屋でね皆さんにこう配信していきたいなと思っております。この部屋の模様替えすると決めたのはもう実はずいぶん前で、今年の3月だったっけな、2月か3月ぐらいにね、まあ、ちょっと模様替えしたいなと思ってたんですけど、まあいつの間にか4ヶ月ぐらい経ってしまいまして、ようやく、誕生日も迎えましたし、まあいい区切りだと思って部屋のね模様替えをねしたいと思います。あとちなみに、僕のキャンプ T シャツ作りました。3日間ね限定で出したんですよ。でまあちょっとね多くの方にね注文していただきまして本当にありがとうございます。とりあえず再販は未定です。欲しいっていう方がねいたらまた再販しようかなと思ってます。ちょっと T シャツトリニティというところを使っているので販売するのもちょっと高めになっちゃうんですよ。毎週かな多分クーポンが出るので、まあ、週末だけ販売しようかなとは思ってます。まあ、なるべくね皆さんの負担にならないような金額で販売できたらいいなと思っているので、で今ちょっと新しい T シャツを考えていて、それをね僕のメインのオリジナル T シャツにねしようと思っております。まああれですね、今流行りの DIY ってやつをねやっていこうと思います。まあ今日はねまあ第1弾ということで壁紙をね貼っていこうかなと思っております。まあこの白一色のねこの壁紙なので、本当にね何でしょう、シンプルって言ったら聞こえはいいですけど、まあ、全然ねおしゃれな部屋ではないので、なのでねまあ部屋はねかっこよくねしていきたいと思います。この入り口のドアに関してはちょっとね今日はやらず、ちょっとアイデアがあるんでここは別でやりたいと思います。まあ、後々ね、まあ、床とかもね変えていこうかなと思っとるんですけども、まあとりあえず今日は壁紙をね変えていきたいと思います。構図というかどんな風に変えていこうかなみたいなのはこうラフプランみたいなのをね、まあフォトショーとか使ってねこんなような感じで作ってみて、まあこんなような感じにしていきたいなとは思っとるんですけども、まあ、なるべく丁寧に綺麗にやっていきたいと思います。まあ、DIY っていうのがね初めてなので、まあ、お見苦しいところがね多々あると思いますがね、温かい目で見守っていただければなと思います。それで一応ね僕 DIY 始めるということでね、まあ、買ったのはねちょっといつだったっけな、2、3ヶ月前なんですけど、ブラックロッカーのこの工具セットを購入いたしました。特典付きだったんでね、2万3000とか何日間限定っていうのに3000円引きぐらいしてて、これをね購入いたしました。今日はドライバーは使うかな、電動ドライバーは使うと思うんで、ちょっと充電だけねやっていこうかなと思います。ジグソーヘッド、まあノコギリみたいなやつかな。こっちがサンダー、なんかこう削ったり整えたりするやつですね。あとこっちが、電動の、まあ、そのね、セットを購入しました。まずねとりあえずこのもともと貼ってあるこの壁紙をね剥がしていかないといけないので、剥がしていきたいと思います。そんなわけでね、今古い壁紙をね、剥がし終わりまして、今からこちらですね、そのままパテ、まあ、下地のへこみ、溝割れなどをね補修するパテでございます。少しボコってなってるところとか穴が開いてしまってるところとか埋めていくという作業をね今からやっていきます。はい、だはい、
そんな感じでね、とりあえずちょっとパテをね塗って、まああのちょっとボコッとなっているところを平らにしてみました。だいぶちょっと時間かかっちゃいましたけどね。でまあ乾燥してからね、ようやく壁紙をね貼っていきたいと思います。ちょっと初めてなんでね、うまくいくかどうかは分かりませんが、頑張ってねやっていきたいと思います。あの壁紙本舗さんで今回、壁紙とかもね購入したんですが、こういったね壁紙を貼る、まあ、道具もね一緒に購入させていただきました。こっちのねこの壁紙からねこっちから貼っていこうと思います。一応障害物とかがあのコンセントとか、まあ、そういったね障害物がないので、まあ、一番簡単に貼れるかなとは思うんですね。ただあの長さがあるんで、まあ、そこがねちょっと難しくなっちゃうかもしれませんが、はい、頑張ってねやっていきたいと思います。これが貼り方の How to ウォールペーパーになってますね。このガイドブックをしっかり読んで今からね壁紙を貼っていきたいと思います。はい、とりあえずね今ちょっと貼ったんで、あとはねそこの角からねビーッと切っていきたいと思います。カットするときはこのね工具を使ってこうっすかね、合わせて切っていくという感じでやっていきたいと思います。 This is how I've been staying on my feetI can tell you I'm on my way to a better place. 今からここのねジョイント部分をね切って、あの下の部分とね柄を合わせていきたいと思います。 We can work it out.はい、そんな感じでね一面貼り終わりました。こんな感じですね。まあ悪くないんじゃないですかね、最初にしては。まあつなぎ目とかもねこう見るとまあよく見たら分かりますけど、まあまあいいんじゃないかなと思います。であとはまだ全面あるんでね、これを全部貼っていきます。まあ、それでね今日はとりあえずね終了したいと思います。まだあとねやりたいことはいっぱいあるんですけど、まあとりあえずね壁紙を、貼って今日はね終了します。 This is how I've been staying on my feet. This is how I can tell you I'm on my way to a better place for both of us where we never be alone. This is howはい、めっちゃ時間かかりましてめっちゃ疲れましたが、ようやく壁紙貼り終わりました。こんな感じです。こっちサイドはねちょっと緑にしてみました。でこっちはね、木目調ですね。こっちもね木目ですが白の木目にしてあります。でここは、一応チョーク、字が書けるねチョークの壁紙にしてみました。あとやるのはここと、まあ、こっちをね次回、まあ、次回なのか次の次なのかちょっと分かりませんけど、また時間ができたらね、部屋のねリフォームやっていきたいと思います。まあ実際やってみた感想としては、まあ比較的自分でもできるんですけど、やっぱり細かい部分っていうのはなかなかね綺麗にはできないですね。やっぱりあの角の上の角の部分とかっていうのはねなかなか綺麗にできなかったですね。なのでまあ時間が
あって器用な方はね自分でね壁紙交換してもいいかなと思います。まあ僕はね結構不器用ですが、まあ時間が今回あったので、自分でやってみましたが、もし時間がない時はね頼んでもいいかなと思います。結構大変でしたからね。まあ休憩しながらやりましたけど、なんだかんだね6時間ぐらいかかったんじゃないかな。まあ作れるものはね家具も、作っていきたいなと思います。ブラックディッカーのねドライバーとかカッターとかもね購入したんで、まあできる限り自分でねDIY ものを作っていきたいと思います。部屋がね少しずつ変わっていく様子をね皆さんにねお届けできたらいいなと思ったので、今回の動画をね作ってみました。もし参考になりましたらねグッドボタンよろしくお願いいたします。あと Twitter、Instagram やってますんでね気軽にフォローしてください。そしてねコメントもねぜひ気軽に残してください。そしてはいこっちかな、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。